そしたら、時間になったんで始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、で始める前にですね、注意点がありまして、今日録画録音ちょっと控えていただきたいと思います。企業秘密の話が出る可能性があるので、あくまで可能性ない、どこまで出るか分かんないんですけども、出た時のために、撮らないようにしといてください。これ一旦消せないですかね。これ一旦消していいですか。で、今日ね、このセミナー開催に至った経緯なんですけど、おそらく皆さん僕のメルマガであったりとか LINE アットであったりとか、あとはもしかしたら Facebook のライブ中継見て参加決めてくれた方もいてるかもしれないんですけども、僕自身ですね、ホームページ業者さんもですし、広告運用会社さんも正直あんまり信じてないんですね。お願いすることによって本当に成果が出るのかどうかっていうのは、僕自身今まで経験したことがなかった。お願いしても広告管理費を払うだけ払って、でもコンバージョンの数が変わらない、コンバージョンの単価も変わらないっていう経験をしてきたので、いや頼まんでもいいんちゃうっていうのが僕の、正直な気持ちだったんですね。でそんな時に、今日ホームページ制作の方でお話をしてくれる大月さんと、出会わせていただいて、ちょっと仲良くなったらね、僕もホームページ業者さんって結局真似て作ったらすぐできるんやから、そんな高いのとかね、なんで毎月そんな管理費取るのとか、ちょっと文句を言いながら、で広告運用に関しても、あんなん治療院レベルやったら結局素人がやってるんでしょと、通販とかね、そういった業界の人の広告運用すれば200万とかの広告運用費で、その手数料 20% もらえたら40万入ってくるわけじゃないですか。そういったところにほんまに詳しい人は入って、僕たちみたいな治療院の店舗集客レベルのところは、だから僕たちと同じようなレベルの人らが運用してるんじゃないの、だからやっても意味ないんちゃうのっていう話を僕はしてたんですね。そんな時に大月さんに、今日広告運用の方で話をしていただく鵜飼さんっていう方とつないでいただいて、そのまま僕思ってることを話して、そしたら、そんなことないですよと、やっぱり業者に頼んだ方がいいですよ、それはねっていう話を、いろいろしてもらって、そのしてもらった風景を Facebook ライブで中継してたんですけども、でそこまで言うなら、セミナー開催して僕集めるんで開催してもらって、そこでその違いをちゃんと分かるように説明してっていうことで、今日このセミナーが開催されることになりました。なので今日喋っていただく方には僕講師料一切払ってないです。はい、なので、皆さんが本当に聞きたいこと、普段これどういうことやねんとか、ほんまに意味あんのかなとか悩んでることとかがたくさんあると思うので、そういったことをぜひ、質問していただけたらいいかなと思います。で僕自身もいっぱい質問を今日用意してきてあるんで、そこで自分の、疑問に思っている部分とか、そういったのを解消できたらなと思ってます。で、皆さんは、そのウェブ集客のことに関して話を聞きたいかなと思うんですけど、一応僕が皆さんお呼びしたので、ちょっとだけ喋らせてもらおうかなと思って、ちょっとだけ喋って、あとは業者さんにタッチしたいなと思います。ちょっと今日はヤフーさん来てくれてますからね、もういっぱい聞いてくださいよ。言えないことはないっていうふうなことを先ほどちらっと言われたので、本当に突っ込んで聞いてもらったらなと思います。で僕からはですね、僕の情報を取ってくれてる方は一人で治療院経営をしてたりとか、抱えてても2、3人のスタッフでやられてる方がすごい多いと思うんですね。じゃあ一人治療院経営を今後どのようにしていけば、長続きしていくのかなっていうふうな話をしていきたいなと思います。でなぜこの話をするかっていうと、やっぱりですね、働き方っていうのが変わってきてるんですね。治療業界ものすごく変わってきてるし、治療業界じゃなくても変わってきてますよ。この前の選挙があって、国が一つの働き方革命というのを前面に押し出して、選挙されたと思うんですけども、治療院業界はとても変わってきてます。皆さんが今、直面しているのは保険が当たり前だった業界が今自費が当たり前になってきてると思うんですね。これも一つの改革ですよね、変化です。で、大手の接骨院さんとかは今保険プラス自費だけじゃなくて、会員制度を持ち込んだりとか、あとは定額制度を持ち込んだりとかして運営をしていってるわけですよね。すごい変わってますよね、働き方っていうのが。じゃあ一人治療院経営の方たちはどうなのかって考えた時に、おそらくほとんど変わってないと思うんですよ。保険から自費で止まってると思います。じゃあそのスタイルが今後ずっと続くのかって考えた時に、僕は続かないと思ってます。続かない。なぜか、まず一つは人口減少ですね。2010年から日本は人口減少が進んでるんですよ。で、
少子高齢化ですね。おじいちゃんおばあちゃんが増えてきてる。おじいちゃんおばあちゃん自費治療払いますか？高額自費治療払わないですよ。払えなくなっていきます、どん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 。でも一人治療家はそこをめがけて今広告を打ったりしてるんですよね。これは厳しくなりますよ。でも他にもね、いろいろあって、まあ、人口減少もそうやし、可処分所得といって使えるお金っていうのも減っていってるんですね。もうこれはデータとして出てるんですよ。そういったのを知らずにみんなは高単価やったらいいんやろうということで、1回あたり1万円とか1万2000円とかやっていくわけじゃないですか。これって本当にいいのかな、どうなのかなっていうのを僕は考えて、もう次の手を打っていきたいなと思ってやってます。で、今日はその、今後一人治療院で生き延びていくためのビジネスモデルっていうのをですね、ちょっとお伝えしてやっていきたいなと思います。現にですね、僕はこれ導入というか、まあ、自分で運営して、まあ、いい結果が出てるんで、自分のクライアントさんにもお伝えしてるし、まあ、自分のクライアントさんがやってうまくいき出してるケースも出てるしということで、それをですね、今日は特別に公開したいなと思います。これを僕大体30分ぐらいまでで話してしまって、あとはもう全てウェブ集客のプロに投げて僕も後ろで聞いておきたいなと思います。で、これする話は本当に今後絶対重要になると思います、僕は。なので本当に治療だけでやっていってる人がいたら絶対考えた方がいいと思う。働き方っていうの、生き方っていうのを考えた方がいいと思う。本当に厳しくなるから。で、おそらくほとんどの方は治療っていうのをやってると思うんですね。で、治療っていう収入源だけを持ってやってると思います。これ単発的な収入なんですよね。で、今まではこれでいけたんですよ。今まではだって人口増え続けてたから、日本も豊かになってきたからね。だからこれだけでやっていけたんですよ。でも今これだけでやっている業界店がどん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 縮小していってます。これだけに頼ってないところがどん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 伸びていってます。単発収入に頼ってないところ何が思い浮かびますか？きっといろいろ思い浮かぶと思いますよ。通販業界もそうですよね。やず屋さんとかそうですよね。継続的に使い続けるものを売ってるじゃないですか。僕たちもああいったものをやっぱりね、取り入れていかないと今後厳しいです。じゃあ何を取り入れていくのか。ちょっと前に流行ったのは、会員制度っていうのは聞いたことあるかもしれないですけども、会員制度しようみたいなのが流行りましたよね。月額会費みたいな。で、これを治療院ケースさんはメンテナンス会員っていうのを売ろうとしたんですよ。メンテナンス会員でも、ね、これよう考えてほしいんですけど、メンテナンスに人ってお金払わないんですよね、残念ながら。きっと大半の方が歯医者さんに行き続けてる方っていないと思うんですよ。月1回の歯石取りとか最初は行ってたかもしれないけども、行かないですよね。でも毎月行ってるものってあるじゃないですか。例えば美容室とかカットで大体月1回行きません？まあ、ちょっと、美容業界も厳しくなってきて月1だったのが2ヶ月に1回とかなってきたりはしてますけども、そういったのは行くんですよね。じゃあ なんでそういったの行くかっていうと、プラスになるものには人はお金払うんですよ。よりよくみたいな感じですね。よりよく伸びてきて、なんかこうセット決まらなくなってきたわ、もっと良くなりたいとか、じゃあ戻したいとか、もっと良くなりたいとかにはお金払います。治療はなんでみんなお金払ってくれるかって言ったら、マイナスな状態なんをプラマイゼロに持ってくるためにお金払うんですよ。みんなマイナス嫌だから。それはそうですね。みんな入りたかったら行くじゃないですか。それはマイナスな状態だから元に戻りたくて行くんですよ。で、メンテナンスっていうのはこのゼロを維持しようとさせるんですよね。そんな払わないでしょ。僕は払わない、だから僕は、メンテナンス会員っていうのを僕はやめました。一時やってたんですよね。そうじゃなくてプラスになるもの、ゼロの状態をより良いものにするもので会員制度を設けようと思いました。プラスになるものですね。で、ここを単発収入取るんじゃなくて、ここを継続的な収入で取っていきます。考え方を変えてもらいたいんですね。単発収入はテンション上がりますよ、ドカーンと入ってきて。でもそうじゃなくて、長くもらい続ける収入っていうのを絶対作ってください。この後お話してくれるウェブ業者さんっていうのはこれですよね。
毎月の管理費取りますよ。業者さんやりにくくなると思いますけど。でかいですよ、毎月1万でも2万でもそれが100人おったらめちゃめちゃ安定しません？安心じゃないですか、治療院経営者さんって。だからそれを僕たち作らないといけないです。ここは継続課金でこっちいきます。継続的な収入で。で、もう一個作っていきます。プラスを追い求める人って意識が高いんですね、基本的に意識が高い。だからそういった人たちを集めたコミュニティを作ります。コミュニティ化していくんですね。例えば何がありますか。例えば僕が今ちょっとハマってるトレーニングですね。別にいいわけじゃん、手間のままでも。でもちょっとモテたいとか、ちょっと自信つけたいとかでプラスになるためにトレーニングをしていくんですよ。でトレーニングしていく上で、例えばゴルフしてる人だったら10ヤード飛距離を伸ばすためにトレーニングをしてて、そのゴルフの10ヤードどうかとか、10ヤードを飛ばす体操、分かんないそこのあるんかどうか、飛ばす体操をやりますよと、自分の患者さん向けにセミナーですね、やったら、まあ既存のお客さんが3人いたとしましょう。この人たちの周りには絶対に同じような人がいてるんですよ。ゴルフ仲間がいてるんです。この人たちにその人を集めてもらうんですよ。レバレッジってやつですね。例えば3人ずつ集めてもらったら9人。それ合計9、10、11、12。12人で、その、ゴルフの10ヤード飛ばす体操ができるわけですよ。これの面白みはここからなんですよ。じゃあ、この人たちって、この人に紹介されてるわけですよね。ここの先生、こんなんやってて。俺ここ行ってて腰痛治ったねんでとか、俺ここ行っててゴルフのスコア上がってんでとか、でその先生が今後そういう体操教室やるから次お前も来おへんかみたいな感じで誘うわけですよ。じゃあこう来た人の中では少なからず俺も治療受けたいなとか、俺もそのトレーニング受けたいなとか人が絶対に出てくるはずなんですね。これをしっかりやっていくことによってこっからの新規集客っていうのは可能になっていきます。で、もう一個リスト取りです。リスト取り、まだ患者さんになってない人のリストをどんだけ確保するかっていうのが今後重要になってきます。なので TPC 広告とかで今数客を集めるのが今主流になってますけど、みんながそれをしだしたらやっぱりきつくなってくる。一人集めるための値段も上がってくるので、そうじゃなくてその前段階の人たちのリストを囲っていきます。で今後広告規制がどこまできつくなるかは後でヤフーさんがちょっと教えてくれるかどうか分かんないですけども、していただいて、でもうきつくなる前提で動いておいてもらいたいんですね。今だったら患者さんの声も使えなくなるとかいろいろ話題になってるじゃないですか。じゃあ使えなくなった時に生き抜いていけるマーケティングを今皆さんやってるのかって話なんですよ。これやっといたら生き抜いていけますよ。もう地域のリスト取ってるんで、これをいかに今からやっとくかです。2年後3年後、まだ分かんないですよ。まだやっていけるかもしれないけど、今やってる集客方法ができなくなった時に貸すのは今から準備していくことですよ。なのでまずこれを作ってもらいたいです。でこれをやっていってほしいです。これやっていく。でここめちゃめちゃ重要で、このプラスになるメニューっていうのを先生がやったら意味がないんですよ。一人治療院のリスクヘッジをかけてもらいたいんですね。一人やったら自分が倒れたらもう収入ゼロになるんですよ。収入ゼロになります。じゃあゼロになってそれでも皆さんがやっていける貯蓄があるんだったら全然問題ないですよ。でもやっていけないんだったらもうこれ今からやってた方がいいです。準備として、だいたい一人治療院の方は100万っていうのを目指しますけど、100万だったらやってる意味がないと思う。もう倒れたら終わりやから、いつ倒れるかわからないです本当に。倒れてもいいような状況を作っていかないといけない。なので、まあ、継続課金にしていきましょうということで、例えば例を出すと月額3000円、毎月3000円の会員費ですね、会員費を取ります。
もう開業して10年以上の先生どんなくおられますか、この中に。あ、すごいですね、お一人ですね。すごいですね、10年以上。おそらく10年間やってて、これを最初からやってると、おそらく100人も集まってるでしょ、会員。最初からやってるとね。じゃあこれかける100だったらどうなります ?100 人だったら。いくらですかね。30万か。毎月30万が約束されるんですよ。でかくないですか?毎月30万からスタートだったら。ほとんどの方が0円スタートじゃないですか?治療院系。でかいですよね、30万スタートだったら。で、この会員になってくれてる人に対して、例えば8000円の何かゼロからプラスになっていくメニューを提供していく。これが会員になっている人は3000円です。だったらいいですよね。これも100人おったら。これも30万ですよ。まあ受けに来るかどうかは別として、フィットネスクラブとかだったら会員費だけ払ってこない人が結構いてる。それでも成り立ってる部分があるんですけど、治療院だったらそれよりまた来るだろうって感じですね。でもみんなが来たとしてその施設代で30万、会員費で30万、これ合計したら60万。でかくないですか。毎月ゼロスタートじゃないんですよ。毎月60万スタートで治療院経営を始めれたらどうですか。めちゃめちゃ良くないですか。これで損益分岐点超えてくんちゃいます。そしたら潰れることないですよ。こういう風な仕組みに持っていかないといけないですね。で、これを先生がやったらダメなんですよ。だって先生倒れたらなくなるから。これいくら契約上1年契約とかしててもクレーム出ますよ。そんなん出ますよね。だからこれを取っていきたいんですけど、このプラスになるこのメニューっていうのは3つのポイントがあります。このポイントを満たしておかないとやる意味がないです。まず1つ目、誰でもできるメニューです。自分じゃなくてもできるメニューじゃないとダメ。で、2つ目のポイント、短期間で覚えれるメニューです。すぐ代わり見つけなあかんから。育てるのに2ヶ月3ヶ月かけてしまうとこれ止まるんですよ。そんなメニューは意味がない。もう2、3日でできるようなメニューを作ってください。で、誰でもできるんです。で、3つ目、当たり前です。結果、それで結果を出るメニューっていうのを作ってください。この3つを満たせたらこのビジネスモデルを動かすことができます。今後一人治療院ではこういった収入を取る方法をどんどんおそらく売ってこられると思います。今流行ってるのが物販ですね。物販増えてきましたよね。でも僕はそうじゃなくて、自分の店舗が潰れても収入入るような仕組みにしていきたいなと思ってやってます。それはちょっとここには入ってないですけども。なので、先生方、今日のウェブ集客セミナーでしっかり新規集客、治療の新規集客できるようにまずなってください。で、それができたら早い段階でこういったビジネスモデルでやっていけるような治療院経営に持っていってください。じゃないと一人で60枚70枚でやるとやっぱりきついし、日本の経済がそうなってきてないから、もう今人口減っていててお金も払えなくなってきてるんで、うまく考えてやっていかないと厳しいですね。なのでメンテナンスで引っ張るのは難しくなってくる。で、メンテナンスで引っ張ると、まあ、いろんな不具合が起こってきます。これまた懇親会とかあったらお話できたらと思います。なのでゼロからプラスに持っていけるメニューを皆さん考えてください。それぞれその院の特徴があると思います。それを、見つけ出して、それを誰でもできて短期間で覚えてしっかり結果が出る、そういうふうなメニューにしていってください。で、それを稼働させていきます。先生、すみません。はい。あの、ちょっと思ったんです。例えばそれをゴルフ10ヤード飛ばす体操で、はい、まあ、先生だって 1,2,3 の誰でもできて簡単な結果を出せる体操が、まあ、どこかでも見つけたりしますよね。うん、そしたらそれを、まあ、患者さんというか利用者さんに対して教えたら、患者さんが自分でやっちゃって、うん、だからそれをメニューにするんじゃないですよ。例えば、これ筋トレにしましょう。筋トレ、はい、筋トレにしてて、その中でこういうのに興味があると聞いてたら、これでコミュニティ化する感じです。筋トレしてて、
何があるかな、例えば配送の仕事をしてて効率を上げるためのトレーニングとかなんか分かんないですけど、だからここのメニューからこっち側に何か持ってくるんです。例えば美容、美容、普段のスキンケア方法とか。だから常に新しいものを提示しないとダメ。だからマイクロテクニックみたいなものをなんか開発したとしても、ここは別にいいじゃないですか、それで、うん、コミュニティは変えていくのがいいですよね、うん、例えば美容でいくとスキンケア法とか、うん、普段やってはいけないスキンケア法とか、お肌にいい栄養講座とか、ここに絡めていろいろコミュニティは作っていきますよね。そういったことをやっていきます。わ、うん、かりました。はい。それで皆さんここをどんどん溜め込んでいってほしいんですよ。ここを溜め込んでいきます。今ほとんどの治療科はここで売り上げ上げてますよね。もちろん大事ですよ。まず最初上げるの大事だけども、最初ここ50万とかでもいいじゃないですか。ここで100万あった方が安心しません？同じ150万でも。で、さっき言ったゴルフとか何でもいいですけど、ここであったら、皆さん今治療が物販流行ってるんだったら、これに対して合う物販したらいいですよね。じゃあここでまた収入源また増えますよね。で、運動してる人だったらサプリメントでもいいやろうし、そういった形でどんどんキャッシュを生み出すポイントっていうのを増やしていってもらえたらなと思います。で、今日僕が皆さんお伝えしたかったことは、まずここ今日のウェブ業者さんの話でしっかりできるようになっていきましょう。で、できたらそれを直しても卒業ではなくて、そこからプラスに持っていくような何かものを提供して、長いお付き合いをぜひしていってください。そうすることによって継続的な収入が生まれていって、皆さん治療の経費が安定していきます。で、ここが安定すればするほどここ集めれますですよね。費用かけれるから、はい。そういった形で、ちょっとこういった流れを意識しながら今後の一人治療の経費をやっていってもらえたらなと思います。で、まあ、今日は僕これぐらいに終わっといて、今日のメインのウェブ集客の方の話に行きたいなと思います。で、僕のね、持ち時間は30分前だったんですよ。5分前に終わってるんです。なぜかというと、皆さんそれ目の前に紙あるでしょ。それね、めっちゃくちゃ具体的に書いてください。めっちゃくちゃ具体的に5分間で、で、5分間で書けなかったらまた休憩時間でめっちゃめちゃ具体的に書いてください。悩んでるポイント、売上が低いとか、そんなんやめてくださいね。具体的じゃないんで。ね、こういった時にね、具体的に書かないと、おそらく患者さんの声を具体的にもらえないと思います。もうこれマジで重要ですよ、これ。このメニューを作れたら多分最強ですよ。だって受付とか普通の主婦が施術してくれて、その辺の店舗よりも結果出してくれるんですよ。しかもその辺の店舗よりも安い値段でやらせれるんですよ。最高じゃないですか。患者さんからしても、あの頃よりも安くて結果が出る。治療科からしたら、自分がやらなくて受付がやってくれて、そんな値段取ってくれるが耳になりますよね。それを回すことによってコミュニティがすることができて、そこでまたリストドリームができる。先生、それは受付の人が施術者になるってこと？そうです。受付じゃなくてもいいですよ。自分以外ですね。これは資格者だったらもったいないですよね。払わなあかんから。そうじゃなくてもパートとかアルバイトとかで行けるような人で、治療科以上の結果を出してもらう。
ちらにました。はい、お待たせしました。なので、ね、7年、8年、10年ぐらい前からですかね、保険治療がもう自費なるよ、自費なるよと言われて、まあ、実際になったわけじゃないですか、自費メインに。今は僕はそういうタイミングかなと思います。治療だけでいけるよ、いけるよがいけなくなると思います。多分5年後とか、みんな普通にこういったことをやってると思います。で、あの時言ってたやつやってたらよかったなってなると思います。僕は自費やった時はそうでした。最初やった時みんな、お前アホやなって言いました、僕に。誰がそんな金払ってくんねんって言いました。でも結局、みんな教えてくれって言いました。おそらくそれが、これで起こると思っています。なので今の段階からぜひ準備してみてください。で次はお話してくれるのが、ウェブ制作の方ですね。ウェブ制作業者の方で大月さんと言います。僕の知り合いの知り合いの知り合いみたいな感じで紹介もらって、それからちょっとちょこちょこ交流を持たせてもらって、いろいろお話しさせてもらってます。でウェブ制作も長いですよね。あ、そうです、はい、10年くらいされているので、まあ、いろんな知識ですね。そのお願いします。作り方、見た目って大体みんな一緒じゃないですか、ホームページの治療院って。だから僕、業者どこでも一緒やろって思ってるんですね。だってあれ真似てよって言ったら作れるわけじゃないですか。でも、そこでどう差をつけてんのかっていうのを僕すごい知りたくて、まあ、そういった話をしてって言って今日はお伝えはしてるんですけど、ちょっと皆さんのね、このどの知ってる知識っていうのはバラバラなので、ちょっと基本なとこから言ってもらって、最後ちょっと深いところっていう部分でお話してもらおうかなと思って今日はお願いしてます。なので、30分になったのでバトンタッチしていいですかね。あ、わかりました。はい、あと前喋られますけど、あんまりこうセミナーとかで喋れる方じゃないので、すいません、皆さんがこうブスーとして聞いてたら多分めちゃめちゃ喋りにくいんで、ちょっとあの柔らかい雰囲気で参加してもらえたらと思います。よろしくお願いします。ここでいい。すいません、今日貴重なお時間いただきましてありがとうございます。先生もありがとうございます。私が、大月と申しまして、フリーでウェブ制作を10年ほどやらせていただいております。でウェブの、専門の集客ということを今、特化してやらせていただいているので、まあ、先生の治療院の保険に何か、まあ、一つでも、プラスになればなと思いまして、ちょっと本日ちょっといろいろ作ってきましたので、一緒に見ていただけたらと思います。でその前に一応今回ちょっと治療院のサイトのチェックシートっていうのを一応僕なりにちょっと作りましたので、一度これをちょっと配らせていただいて、これを見ながら一緒にお話しさせていただけたらと思います。もっと配っていただきます。やってくれたらパートナーに。あ、すいません、申し訳ない。すいません、すいません。ざっとざっとお願いします。すいません、よろしくお願いします。後ろも行きます。すいません、失礼します。そこに今書かせていただいているのが、まあ今この中でまずホームページどうですかね、持たれている先生といらっしゃらない先生がいらっしゃると思うんですけども、持たれている方をどうですか、ね、手を挙げてもらっていいですか。ありがとうございます。で、持たれていない方、あ、ありがとうございます。
でその持たれているホームページ持たれている方の中で、まあ、集客、まあ月20人から30人ぐらいは、集客できているという先生方とかもいらっしゃいますか。その先生方に、は多分もういろいろと多分、やられてると思うのでありますけど、まあ、僕が今回、やらせていただこうと思うのが、まあ、1人、1月大体10人ぐらいの集客をめどとした形で、作っていけるようなウェブの、制作を、やらせていただきたいなという形でちょっと作らせていただいたんですけども、ちょっとじゃあいいですか。はい、そう、まず、私自体はちょっと、誰やねんっていう感じになると思うので、ちょっと人の、自分の紹介をちょっとさせていただきます。で、私自体が、ウェブの制作を、10年ほどやらせていただいておりまして、2013年から、個人で、創業っていうのをさせていただいてます。で、治療院様の専門のサイトっていうわけではないんですけども、いろんなサイト、大体6000社ぐらいの、制作ディレクションっていうのは、携わらせていただいております。で、まあ、先生の方とちょっと出会ってからなんですけども、治療院様の多分ウェブの集客っていうのが結構なかなか今難しくなってきてるっていうお話を聞きまして、なんでその辺もちょっと今回ちょっと力を入れていきたいなと思って、こういう形でちょっと来させていただきました。で、まずうちの方でやらせていただいてるのがちょっといいですかね。次で、多分皆さん、僕今日一番ちょっとお伝えしたかったのが、ホームページの業者さんっていうのを多分いろいろと営業であったりとか、まあ、ウェブサイトであったりとかいろいろ見られると思うんですけども、結構その高いイメージとかって皆さんないですかね。高い、はい結構よくあるのが、今あのホームページのリース契約とかって言いまして、7年とか8年とかで契約してしまって、まあ作るだけ作ってほったらかしにするとかっていう結構パターンとかっていうのも実際に結構あったりするので、まあ、あ、そうです。別にまあそれがあれ、あの悪いっていうわけではないんですけども、どうしてもそのほったらかしになりがちといいますか、やっぱり業者様の方に一括でリースっていうのはお金が入りますので、まあ、そこでもう完結してしまうとかっていう結構実際に実例も今ありまして、なので、まあ、そういうところの業者さんをちょっと、見比べていただけるような会にもちょっとなればなとは思っています。でまずなんですけども、ホームページ、持たれてて効果がないっていうのは多分思われてる方もいらっしゃると思うので、全く先生方で効果ない方とかっていらっしゃいますか。あ、何人くらい来てなかったら効果ないって感じですか。あ、そうですね、やっぱり最低限、さっき言ったようにやっぱり5人から10人の集客っていうのはやっぱり目安としてはなってくると思うんですけども、はい、10人ぐらいはじゃあ皆さん平均的に来られてるというような感じでございますかね、今は現状は。10人来てないか、10人、はい、ぐらいっていらっしゃいますか。10人来られてない方。あ、そうです。なので、まあ、今手挙げていただいた先生方に多分プラスになるような内容多分になってると思います。はい。で、まずなんですけども、今回はやっぱりユーザー様に魅力のあるコンテンツを作っていくっていうことが一番必要になります。でよく言うんですけども、昔であればあの SEO とかって多分先生方も聞かれたと思うんですけど、業者さんがあって、お金を払って SEO をしてもらったりとかっていうような形が主流だったと思うんですけども、これはもう今全く、皆無になってきてるっていうことをまずご理解いただきたいです。なので、まあ、ここに書いてあるんですけども、ユーザー様が何を知りたがってるかとか、有益なコンテンツであるっていうことがその検索の順位っていうところに今響いてきます。なので、SEO をやりますよ、何がしますよっていう形の業者さんに高いお金を払うっていうのはもう、まあ、5年とか10年ぐらいまでまではあったんですけども、そういうものは今結構なくなってきてるので、そうやって歌うところは一つちょっと、気をつけた方がいいかなと思います。はい、でまず 何をしていくかっていいますと、結構そのホームページ、先生方のホームページは僕も見させていただいたんですけども、まあ、しっかり作られてる先生方もいらっしゃるんですけども、結構その大体半分ぐらいの先生方は院の雰囲気が全然、分かりにくかったりとか、どんな先生が施術してくれるのかとかっていう、まあ、顔写真が結構出てなかったりとか、であとは口コミのところの情報っていうのが結構載ってなかったりするっていうのが、見受けられました。はい、で、口コミもですね、結構見させていただくと、ご自身で作られた口コミの情報とかっていうのを載せられてる先生方も結構多かったんですけど、やっぱりあれって見る側からすると、まあ、ほんまなのかなみたいな多分思われる患者さんとかも結構多いので、
で、やっぱり今使っていくっていうのが、液点さん、多分ご存知だと思うんですけども、液点さんであったりとか、新灸をやられている方であったら、新灸コンパスさんであったりとか、そういうところを、使われて、ホームページの中に埋め込んでいくっていうのが、まあ、今の主流としてはあります。で、液点さんで、見させていただいた中で、結構思ったのが、結構口コミの数っていうのが、皆さんの先生方のページっていうのは結構少ないなっていうのが、結構印象あったんですけども、最低限見られる、液点さんの口コミ数っていうのが約だいたい30件ぐらいは口コミっていうのが入ってないと、ページのだいたい評価っていうのも 3.5 から4ぐらいが一つの目安っていう形で結構言われてるんですけども、そういうところって何かこう患者様とかに、入れてねとかっていうのを言われてる先生方とかっていらっしゃいますか？全くやられてない。なんでそういうところをやっぱりやってるところとやってない治療院さんで実際に、まあ、差が出てるっていうのがありますので、なので、まあ、先生方が、まあ、治療院さんで、患者様が来られたりしたら、そこで、まあ、口コミを入れてねとかっていうところ、まあ、ちょっと言いにくい部分もあるかもしれないですけど、そういうところの、まあ、繰り返しっていうものをしていくことによって口コミの数っていうのは上がっていきますので、なんでそこはちょっと重点的に口コミの数っていうのは、意識してやられた方がいいと思います。であとは、自分の症状に効きそうかとかっていうようなところもすごく大事になると思うんですね、はい、で例えばその腰痛とかで検索してきたときに腰痛のコンテンツがないとか腰痛に、治る治療の内容がないとかってなってしまうと、やっぱりその方というのは見ていただけないっていうのがありますので、なのでそのキーワードで入ってきているものに対してのコンテンツ作りっていうのを意識してやっていくっていうのが、すごく大事になりますので、その辺をちょっと意識されてご自身のサイトも見直していただけたらとは思います。はい、すみません、次です。で、まあ、今の先生方の、こんなサイトになってませんかって、ちょっとそれ今送らせて配らせていただいたものとちょっと被ってる部分があるんですけども、院様とか、先生の写真が全くなくて不透明になってませんかっていうところです。まずそこを見直していただきたいです。あと診療時間とか、地図ぐらいとかそういうところしか、まあ、情報数が少なくないですかっていうところ。あとは治療技術の由来だったりとか歴史ながら、まあ、こういうのっていうのが結構書かれてる先生方のサイトっていうのは、まあ、ほとんどどうですかね、あんまり興味がなかったりすると思うので、そういうところっていうのを逆に省いてしまって、さっき言ってたようにその患者様に有益な、まあ、ブログであったりとかコンテンツの内容っていうのを足していくっていうことも一つ大事になります、はい、で、まあ、症状の改善の信頼性とか全く根拠はないもので必ず治りますよとかって言われても多分ほとんどそれはもう伝わらないので言ってるだけやろとかっていう形になっちゃう。そこはちょっと気をつけていただきますと。あとは、まあ具体的に何が治りますとかっていうような形の、例えば骨盤矯正ですよ、腰痛ですよとかっていう症状例っていうのをやっぱり一つこう提示してあげないと、とりあえず何でも相談してくださいねとかってなっちゃうと、まあ、他の院様との差別化っていうのができないので、そこはまずちょっと気をつけていただいて、やっていただきたい。なので、まあ、僕が言いたいのは、より患者様が何を求めてるかっていうようなサイトを作っていくことが、検索の上位に上がるポイントっていうところを、まず意識して、ご自身のサイトを改善していくっていうことが大事になると思います。はい、で、まあ、そうですね。この治療院に行くべき理由とかのポイントをお伝えしたいです。で、まずじゃあ何をしていくかっていうところをちょっとまとめさせていただいたんですけども、選ばれるためにはやっぱり先生方の、院長様の顔っていう、まあ、スタッフさんでもいいんですけども、そういうところの顔をまず全面的にお伝えしていくっていうのはまずサイト作りのポイントになります。で、さっき言ったように口コミ、お客様の声であったりとか、その辺はさっき言ってたポータルサイトっていうのを使いながら、リンクして入れていく。で、顧客の事例ですね。まあ、ちょっと今、Yahoo さんも怒られてるので、あまりビフォーアフターとかっていうのを載せちゃうと、まあ、リスティング広告がちょっと難しかったりするので、まあ、その辺はちょっとポイントがあるんですけども、なんでその辺ちょっと引っかからないような形のものを、まあ、ご紹介事例として入れていくっていうのもです、まあ、その辺も多分後からちょっと話が入ると思います、はい。で、その辺の実績ですね。実績っていうのはまあ先生方の今までのプロフィールであったりとか、例えば、まあ、何かマスコミに出たとかそういうことでもなくていいと思うんですけども、何かトレーナーで、一緒に地域のものに貢献されたとか、そういうところの実績っていうのもより充実として入れていくと、安心より信頼というところにつながりますので、その辺をちょっと気をつけていただけたらと思います、はい。で、あとは、まあメディアの掲載情報とかっていうのは多分、そういう雑誌に載ったとか、まあ、なんかメディアに載ったとかっていうのはこれはどんどん入れていってあげたらいいと思いますし、で、結構ここのお役立ちコンテンツっていうのが今結構大事になってきてて、これは分かりやすく言うとブログみたいなものなんですけども、腰痛ってさっき言ったように入ってこられた方が
腰痛の治療はもちろんするんですけど、腰痛を改善する自分の家でできるような改善方法であったりとか、そういうところっていうのをそのブログとかで書いていくことによって充実したコンテンツっていうことで、要はそのヤフーとかグーグルっていうのが認められて、まあ、検索も上がりやすかったりするっていうところがあるので、なのでそういうちょっとページはどんどん増やしていくっていうことがまずホームページすごく大事になりますので、なので、何かこうご飯を食べましたとかっていうブログを書くんではなくて、その患者様に、メリットのあるような、まあ、内容をどんどん増やしていくっていうことがホームページの充実っていうところにつながっていきますので、その辺をちょっと、気にしていただいて更新していただくと、プラスどん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 プラスになると思いますので、その辺はちょっと気をつけていただけたらと思います。で、まあ、これはちょっと具体的に書いたんですけども、治療院様、まあ、人ですよね。なんで施術っていうところがポイントなんで、何か車を売ってるとかバイクを売ってるとかっていうわけではないと思うので、先生方の人を、まあ、売っていくっていうところがまず一番大事になると思います。なので先ほど言ったんですけども、随所にこう顔の写真だったりとかそういうところを載せていって、先生の人柄とかをまず分かっていただくっていうことをサイトをまず一番の認識として作っていくべきです。なので何かこう内装があったりとかそういうところをドンっていうようなわけではなくて、まあ、先生のイメージを出していくというところをまずちょっと気にかけて作っていただけたらと思います。まあ、治療の技術とかっていうところよりもそういうところがまずサイトは大事です。大事ということですね。はい、すいません。で、まあ、これはもう先言ってたように、まあ、根拠っていうものをやっぱり大事にしないとダメなんで、この辺はまあ、さっき言ったその液点とかこの辺を入れてどんどんやっていくっていうことを大事にしてくださいっていう内容をちょっと。液点もどくさいですけど。あ、ありがとうございます。なるほど。液点あんまりじゃ信用されてない。僕はもう信用しないですね。あ、これは多分ですね、先生はもうこの業界にどっぷり使われる方だと思います。はい。はい。一般のユーザー、まあ、僕の奥さんであったりとか、そういうところで液点見て、情報を調べて治療院っていうのは実際に探しているので、まだまだ、それと、まあ、さっきちょっと言ったんですけども、新旧コンパスさん、多分ご存知、皆さんご存知ですかね、新旧コンパスさん知ってるっていう方がいらっしゃる。で、多分ご存知じゃない先生方もいらっしゃると思うんですけども、液点っていうのももちろん大事なんですけど、新旧コンパスっていうのが、要はポータルでありまして、まあ、新旧やられてる先生しかちょっと載せられないっていうものがあるんですけど、キーワード検索をしたとき、例えば地域、まあ、梅田でもいいですけど、心斎橋とか新旧とかって検索したときに、新旧っていうキーワードに関しては、液点さんより新旧コンパスさんの方が必ず、まあ必ず、まあ9割ぐらいは上に来るように今なってます。なので、新旧をやられている先生方っていうのは、必ず新旧コンパスにも登録をされて、ページを持っていくっていうのは必ずプラスになりますんで。で、液点さんと同様で、料金っていうのは一切0円でできるんですね。もちろん有料プランっていうのもあるんですけども、無料プランでも十分やられている先生方がまだ少ないので、検索順位っていうのも上がりやすいので、ぜひこれはちょっとチェックしていただいて、新旧コンパスさんは登録していただけたらと思います。で、結構新旧コンパスさんで強いのが、美容終わりであったりとか、小顔終わりであったりとか、そういうところを、やられていくっていうのが結構集客としては取れると思いますので、やられてない先生方はぜひちょっと新旧コンパスでチェックしていただいて、やっていただけたらと思います。先生、新旧コンパスをご存知ですか？はい。してます。あ、登録をやられてない。ぜひお願いします。あ、先生、新旧やられてないです。やられてないです。すみません。まあ、すみません、そこが大事です。だから、液点と新旧コンパスをうまく使いこなしていただけたらと思います。というところです。すみません。はい、すみません、お願いします。うちの地域、液点されてる先生がすごく多くて、あ、そうですね、大きい院だともう400件とか入ってますよね。入ってるところなんですけど、はい、そういうところと競合してる地域でもやる意味あるんですか？それはやる意味あります。はい。でも一つの目安は30件を目安としてやっていただけたら、30件で多分すぐに行けます。はい、あるんです。あ、ありますか。あ、なるほど。多分そこで多分有料プラン無料プランっていうのも液点さんは、はい。で今4万ぐらいが一番上になってるプランとかがあるんですけど、と聞きました。ですよね。はい、なんでそういうところにまあ比べるとどうしても下に検索順位が出てくると思うんですけども、必ずそれをやっていく意味はある。意味はあります。ありがとうございます。はい。時間するから。はい。あ、どうぞお願いします。はい。お願いします。はい。液点の、はい、そのせるじゃないですか。はい。でそこでホームページから離脱してしまった他のところに。
ってしまうとか、そういう可能性もあると思う。駅伝に乗せて駅伝の声を見て、はい、でこっちもいいなってなって、その人は別の。ああ、なるほどなるほどなるほど。なんですけど、多分先生方は施術者様なので、まあ、僕は施術者じゃないので一般人なんですけども、やっぱり一番不安なのはどういう因なのかって結構比べたりっていうのが人間の心理としてはあるので、なのでそこは必ずそういうところの比べられるところが駅伝とか心境コンパスなんで、そこにいるっていうことは必ず、まあ、大事になるといいますか、まあ、強みになってくるので、まあ、その先おっしゃられた400件のところをいきなり抜くっていうことは多分難しいとは思うんですけども、そこはちょっと地道にどんどん更新していただくと、あの結果っていうのは出てくると思うので、はい、でそこはちょっと検索順位っていうのも、あの駅伝さんは結構検索順位が高いので、その辺はちょっと活用していただけたらと思うんですけど、多分皆さんでも活用先生されてますよね、駅伝さんとかは。登録されてます。そうなんですよ、見させていただいたら登録されてる先生結構多かったんですけど、口コミがほとんど入ってないとか、写真が載ってないとかっていうのが結構あったので、駅伝さんの一番のアクセス数、あのページの中のアクセスっていうのは、一番が内装といいますか写真っていうところがあるんですけど、そこの画像のところで、2番が口コミで、3番が料金でクーポンみたいな、そういう流れで、まあ一応その流れていくんですけど、クーポンとかまで行ってもらったら最終的に問い合わせにつながりやすいっていうのが実際にあるので、まず見ていただくためにはその内容っていうのをどんどん、まあ入れていく必要はあるので、なので多分やられてない先生方はちょっと 家帰られたら写真入れたりとか、ちょっと口コミ入れたりとかで、口コミ入れた後に自分でもあの治療院側でもあの返信とかが挨拶っていうのが書けますんで、患者さんはそういうところまで最終的には見てますんで、そういうところもちょっと意識してあのやっていただけたらと思います。お願いします。で、まあ、これはもう先、すみません、ちょっともう先ほど言ったように重複するんですけども、社会的な、まあ、そういうところ信用というところを取っていきましょうというところなので、まあ、こういう賞をもらいましたとか、そういうところはちょっと入れていただけたら、プラスになると思うので、もし入れられてない先生いらっしゃいましたら、こういうところも入れていただければと思います。治療歴10年とかでも結構インパクトありますかね。いや、治療歴10年、はい、もうすごいいいと思います。で、例えば今あの先ほどおっしゃられたように、その長くやられてるっていうところは絶対プラスにはなると思いますし、なので、まあ、地域のさっき言ったようにトレーナーしてるとかでも一つのアピールにはなると思うので、何か大きいことじゃなくても小さいことでも随時こう追加していくっていうことも一つ大事にはなると思いますので、言っていただきたいと思います。で、まあ、これはもう、簡単なプロフィール、院長様のプロフィールとかも見させていただいたので、プロフィールだけではなく、まあ、これはもう先生もよくやられてますけど、そのご家族のお写真載せられたりとか、まあ、わきあいあいとされているスタッフ様をご紹介載せられたりとか、そういうところっていうのも、患者様自体はやっぱり見てますので、一番来る前にどういう先生にやられてるかっていうところを、まずやっぱり患者さんっていうのは見るので、そこをちょっと和ませていくっていうことも一つ大事になるので、その辺はちょっと工夫をしてやっていけて、やっていてもらえたらなと思います。